松山市高井町のサンタニギャラリーで作品展土の根人が開かれています。これは伊予郡戸部町に陶工房佐藤構えて活動する武田佐藤さんによる作品展です。佐藤さんは毎年新年に干支をモチーフとした焼き物を制作しており、今年も一つ一つ表情の違う鳥の焼き物100点を制作しました。会場には当作品およそ140点のほか、佐藤さんが今回の作品展のために森の雰囲気をイメージして描いた作品など5点が並んでいます。土の根人っていう陶人形が中心です。テーマは旅行とかに行って自然の中から得ました。信楽の土を自分のところでブレンドして作ってます。ゆっくり表情を見てもらえたらと思います、はい、もし時間があって興味があったら見に来てください。一つ一つ丁寧に焼かれたぬくもりあふれる作品が並んでいます。この武田佐藤さんによる作品展土の根人は1月22日まで松山市高井町のサンタニギャラリーで開かれています。